はい、あるです、お疲れさんです。はい、今日はですね、ちょっと前からやりたかった64と、863の、比較ですね。はい、まあオートフォーカスの比較はね、正直ちょっと体感的なもんで、まあ64の方がパワーがあるというか、動き的にこうガッガッという動きはやっぱりちょっと、まあ64の方が、まあ早いかなっていうことは前多分動画で言ってたと思うんですけど、まあ細かい動きはね、863もこう得意というか、こう機敏にこうバワって動いてくるんですけど、大きい動きはやっぱこう64の方がパワーがあって、まあ早いかなっていう。まあただね、ボディに依存するんで、まあ僕863Z50 で使ってるんで、そこがね、まあどういう動きになるかっていうのはちょっとね、Z9 やったら全然問題ないよっていう方も多分おられるとは思うんですけど、はい。まあただ僕が使ってる機材ではそう感じたという感じでですね、今回はですね、画質ですね。はい。あくまで画質だけ。撮りやすさとか、その撮るまでの、まあ、さっきの言うそのオートフォーカスのスピードとか、そんなの抜きで、画質だけを、見た感じですね。はい。それを、まあ、ちょっと今回比較していこうかなと。はい。思います。はい。で、僕もちょっと今見るの初めてなんで、はい。まあ、撮るだけ撮って、パソコンに取り入れて、今、ライトルームに読み込んだ状態なんで、はい。こっからちょっと、一からなんでね、僕も。はい。それでちょっと見ていこうかなと思います。はい。それではまあ早速なんですけど、左が64です。はい。64に、1.4 のテレコン入ってます。はい、64の方は。これはなんでかというと、大体こう焦点距離合わすために、まあそんな感じにしてます。はい。64に 1.4 のテレコンかまして、D500 ですね、ボディは。はい。D500 で撮ってます。で、まあ ISO100 と。で、F 値は、863と同じの 6.3 に合わせます。はい。で、こっち右側は、863ですね。はい。レンズ863で、テレコンなしで、F 値はまあ当然 6.3 ですね。で、まあ ISO 100と。で、ボディが Z50 ですね、こっちは。はい。右は Z50。で、左は D500。っていう感じでございます。はい。で、もうほんまに同じ時間のタイミングで撮ったんで、三脚にセットして、まあ、多少のね、火のこの動き、まあ、太陽ね、動いてるんで、お日さんの加減でちょっと変わってるかもしれないんですけど、もう、一応迅速にセットして撮ったんで、ほぼほぼ、撮影の時間は同じだと思います。はい。で、まあ、一応設定も JPEG の撮って出し、これも一緒です。はい。で、ピクチャーコントロールがスタンダード。これも一緒です。はい。で、ホワイトバランスはオート。これもどっちもオートです。なんで、色味的にはね、やっぱこう Z の方がちょっと濃いかなっていう感じはしますね。はい。これがね、僕好きで、Z の。まあ、Z 全部かどうかわからないですけどね。僕 Z50 しかないんで。そこはちょっとわからないですけど、Z のね、この発色がめちゃめちゃ好きで、僕。うん。なんていうんですかね、F マウントのこの D の、ボディの時って結構ね、サイドをね、ちょっと上げたくなるような色味やったんですけど、Z はね、色のりがね、結構良くて、僕好きなんで、Z はもう色触らんとそのまま、出してる感じですね。はい。まあ、色味的にはそんな感じということで、次拡大しましょうか。はい。それでは、いきます。あ、ほんでね、ピント、ここに合わせてます。この間の、真ん中の丸。はい。に、どっちも一応、黒に、来てます。はい、してます。はい。っていう感じで、はい。まあ、ちょっとね、画角はね、やっぱちょっとこっちの方、64の方がテレコンつけてるんで、はい。64テレコンつけてる方が、やっぱり、大きく映ってますね、被写体は。はい。まあ、それ当然なんですけど、はい。拡大しましょうか。はい。ポンと。100% ですね。100% 拡大。どうですかこれ。この止まれよ文字を見るとね、863負けてないですね。全然。こっちフローライト入ってますからね。はい。あ、ほんで光はちなみに順光です。はい。逆光もやろうかなと思ったんですけどね、逆光はね、明らかに863不利なんでね、PF レンズ入ってるんで、逆光はちょっと不利すぎるんで、もう今回は順光だけで
はい、やってます。反逆光も考えたんですけどやってないですね。はい、この辺見るとねちょっともやっとしてるなと思うんですけど、ただね止まれの文字を見る限りでは全然負けてないですね。863 PF レンズですからね、こっち。ちょっとね全体的にパリッとしてる感じかな、 Z の方が。うん、なんでない、でもところどころちょっとぼやっとしてる部分あるかな。うん、いやけどこれがやっぱり Z 画質っていうことなんかな。普段撮ってて Z がやっぱりこうちょっとピントを打った部分に関してはもうすごいなんていうんですかね、鮮明に映ってるような、まあ感覚があるんで普段撮ってても。だこれが要はそういうことなのかな。はい、どうでしょうか。だってこの辺見る限りもこっちに863の方が映ってる気するな。でもこのね反射のこの模様を見るとねこっちよりこっちなんやね。多少のピントのあんなんとかもあんのかな。どうすか、背景ボケは64の方が綺麗な気がしますけど、しますけど、よりなんていうか綺麗とかよりボケてる感じはありますけど、全然負けてないですね。全然負けてないな。このコスパはやばいでしょ。で撮影距離がね、最初に言っとったらよかったな。撮影距離がだいたい60ぐらいかな、60メーターぐらいかな。はい、一応まあそんな、感じの撮影距離になってます。はい、まあね、ところどころねお互いになんていうかな、あの部分部分でね、多分ここはこうやけどここはこうやみたいなことが出てる絵になってるとは思うんですけど、ただね値段ちゃいますからね。だからやっぱりね Z レンズプラス Z ボディってねより綺麗に映るんかなこれ。まあね、だいたいね 150m、200m 先のものを撮った時は64の方が、まあ、綺麗に映ってる感覚はあったんですけど、まあ現実的な距離じゃないんでそこに関しては、そう、だいたい遠くてもだいたいこれぐらいでしょ、 60m とか、先のものを撮ってどんだけ綺麗に映るかっていう感じですよね。まあ 100m もあるか、 100m ぐらいやったらだいたい距離的には近い方かな。あの猛禽撮ってたらねより多分 100m の方が近い方だと思うんで、そう、ただね僕だけの条件で合わせてもしゃあないかなと思って、だいたい今回60ぐらいで撮ったんですけど、やっぱ普段撮ってたらね 100m は近い方なんで、猛禽で行くとそれこそね 300m、400m 先のやつを撮ったりとかするんで、その感覚で行くと正直64かなと思うんですけど、ただそこだけのね写りって現実的じゃないじゃないですか。っていうのもあって、そこはねもう感覚のものでお話はしようかなと思ったんですけど、だいたいこの 60m 前後、まあ言っても 100m かな、 100m、 60からだいたい100ぐらい、ほんまは 100m ぐらいで撮りたかったんですけどね、ちょっとね光が逆光やったんで 100m では撮れなかったんですけど、60ぐらいの位置のこの看板やったらまあ、巡航で撮れたんで今回は 60m でやってるんですけど、前回多分ね64と556を比べた時はおそらくね 100m とか 120m 先の看板を多分撮ってるんですよね。はい、なんでまあ興味ある方はねそっちも見ていただいたらいいかなと思うんですけど、一応まあそんな感じで撮ってると思います。はい、前回64と556の時は、はい、まあ下手でそれぐらいがええんかな、やっぱりほんまは 100m 120m とか先ぐらい撮ってる方がほんまはいいかもわからないですけどね。まあそれでもこれはだいぶいいでしょう。863
どうですか皆さん、どう思いますか。うん、だからもう、なんていうんですかね、800ミリの焦点距離とか、その換算で1200の、焦点距離でもう、でしか取らへんっていう方は、まあ、全然使えると思いますね、863。値段もね、64ほどしないんでね。最近ね、64が中古市場にめっちゃ出てきてるんですよ。多分、863買った人が、こういう多分検証で気づきはってもういらんわって言って売ってはるかもわからないですね、64を。はい、マップさんでもめっちゃ出たからね、この間一気に4本とか多分出てきてたと思うんで、おそらく863ゲットされた方が、はい、この状況をまあ実際、感じ取ってというか、まあ体験体感しはって世に64を放たれたのかなとちょっと思うぐらいですね、これは。いや、全然いけるでしょ、これ。さすが Z やなっていう感じしません？ちょっと予想外やな。もうちょっと上げます？ 200 ぐらいでいく？ 200 ちょっと大きいかな。はい、大体これぐらい。うん、全然いけてるんじゃん。こんだけ映ってたら十分でしょ。なんやったらもうこの辺とか、この辺とか863の方がパキッとしてる気がするな。この中のこの模様とか、文字の中の模様とかも。ちょっと64の方ブレてんのかな。そんなことないか。ちょっとなんかブレてる感じはしますけどね。なんでやろ。まあ、それにしてもですよ。それにしても、863めっちゃ映ってません？俺。はい。まあ冒頭にも言ったように、その、まああくまで看板をね、三脚据えて、ゆっくり時間をかけて撮ったっていう、写真なんで、写真というかまあ画像なんでね。撮影全般総合的にどうのこうのっていう感じではないんで、そこだけ、ご理解ください。はい。もうほんまに、ゆっくり時間をかけて、写真を、まあまあ撮って、看板を撮って、はい。もう AF とかそんな何も関係なしに、はい。撮った画質だけですかね、これは。そこで判断してください。はい。ちょっと64ビブレしてるかな、やっぱり。うん。それでもですよ、これ。うん。あ、ビブレしてないやろって思う部分を見てても、うん、あ、この辺とかはちょっとぼやっとしてるかな。ちょっとぼやっとしてるな。うん。ただ文字の中のこの模様を見てたら863の方がやっぱ綺麗に見えるかな。で、部分部分で、まあこっちとかね、こことか、ここの看板の輪郭とかは863の方がパキッと来てるようには見えるかな。あ、でも、場所によってはちゃうんか。あ、場所によってはちゃうか。いや、でももうそのレベルですよ。もうそれぐらい見比べてドアップにせな、わからんぐらいのレベル。うん。でも、あからさまにこっちが全体的にどうのとか、こっちが全体的にどうのじゃないっすね、これ。うん。はい。まあ、そんな感じですかね。ただ、64の方はテレコン入ってるんでね。はい。だから、そこだけ、64の方は、まあ、ハンディというか、ただテレコンつけてこの写りっていうのも、64は64で、僕的には、まあ、素晴らしい
と思います。はい。テレコン入ってますからね、これ。テレコン入って、この映りっていうのはなかなかね、今まで僕味わったことなかったんで、もうほんまにテレコン嫌いだったんだね、僕。もう556の時も200、500の時もテレコンつけても、もうすぐ外すぐらい、やっぱこう描写というか、こう画質に不満があったんですけど、この64を買ってテレコンつけてからもう衝撃的で、これぐらい映んやったらって言って、もうずっとテレコンつけっぱなしですからね。そんだけちょっとテレコン嫌いだったんですけど、はい。オートフォーカスもやっぱテレコンつけてても、普通にもう、バンバン動くんでね、F5.6 であれば、はい。2倍つけたらやっぱちょっと遅なるんですけど、1.7 とか。1.4 ぐらいだったら全然、動き的には悪くないんで、はい。その F だけでいったら、まあ、863よりかは、やっぱ64の方が、まあ、動きはね、パワーはあるんで、テレコンついてても。はい。ただ、画質の面でいったら、まあ、863は生レンズなんで、はい。そこをどう見るかですよね。はい。という感じで、また皆さんね、ここに僕が正解じゃないんでね、僕の結論であったりとか、僕が感じてることが正解じゃないんで、これをまた見てですね、皆さんの中でこう何か参考になったりとかヒントになれば、まあいいかなと思って、まあ動画の方作ってるんで、そんな感覚でまあ見てください。はい。まあね、人それぞれなんでね、思うところというか気持ちは、はい。そこの解釈はもう気にせずに、はい。自分のね、思うように解釈していただいたらいいかなっていう感じですね。はい。僕はまあ、863は全然、戦える画質やと。さすが Z やなと思う画質ですね。今回これを見て、はい。びっくりした。まさかこんなに綺麗に映ってると思わへんかったんでね、さすが Z やなと思うぐらいの、描写でしたね。はい。で、対64の方は、何ですか、ところどころでやっぱり863に負けてる部分もあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あくまでテレコンを、まあ、つけてこの画質やと、まあ、いうところで、そこはそこで、まあ、評価できるんじゃないかなっていう結論ですね。はい。なんで、また、863に関しては、結構、まあ、使ってきたんで、まあ、結構っていうか、それは仕事あるんで、毎日は使えないんですけど、週末を使うようにして、まあ、この間ね、猛禽の遠征で、はい、64を使ったりとか、まあ、久しぶりに64使ったら、こう、863に対してやっぱり思うところも出てきたりとか、あるんで、それをちょっとまた別で動画にしたいなと思ってるんですけど、今回はこの、まあ、比較と、画質の比較ということでですね。はい、やってみました。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、今回、まあ、この辺で終わりたいと思います。はい。またなんか感想とか、あればコメントなんかで教えていただいたらありがたいですね。はい。また逆に、なんていうんですかね、今回はこの、まあ、この条件というか、この、環境と条件で、まあ、設定も全部含めて、まあ、検証しましたけど、またこういう検証がいい、ああいう検証がいいって、もしあるんであれば、まあ、可能な限りちょっとやっていこうかなと思うんで、お約束はちょっとできないんですけど、はい、できる範囲でちょっとやっていこうかなと思うんで、はい、またなんかコメントなんかで、まあ、感想いただけたらありがたいですね。はい。そんな感じで、まあ、今回この辺で、終わりたいと思います。はい、それでは、お疲れ様でした。